さあやっていこう。サタン倒しましたわっていう、正義降臨ってダン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 って言って、劇帝国歌劇団とかいう技なんすかね。みんなもみんな死んでたけど、さくらとすみれと大神ぐらいしか残ってなかったけど。ミカエル、ミカエル、この私を、この私を許すというのか、ミカエル。まあ許すもクソもな。神の時は結局みんな生き返らせれたらなんか何もしてないのかも変わらんしな。あなたの罪がどれほど重くとも。ほう。それを許しましょう。許していいんですかね。ミカエル、許していいんですかね。あなたは一人ではありません。ほう。さあ、まだね、まだ反抗してる。私は断じて後悔はせん。父に背いたことも、地獄に落ちたことも。所詮、神の国の愛などは欺瞞。欺瞞。人間どもになど、分かりはしない。だから殺戮を繰り返し、憎しみを繰り返し、命の大地を破壊し、今日だけのことしか考えないのだ。そこに愛などは生まれぬ。神の国などはない。ほう。絶望と暗黒に震える生き方こそ人間どもにはお似合いなのだ。俺はここに消滅する。おお。だが人間どもがいる限り必ず復活する。サタン、いけない。いけない。いけないんすかね。天の栄光などいらん。俺は剣に生き、そして剣に死ぬ。剣に死すのだ。潔い最後の許しを許してもらえるからといって、行かずさらに反抗を犯させ、去った。去った。潔い。それでいいと思う。帝国歌劇団の皆さん、切り替え早いな。よく頑張りました。川村アナウンサーばりに切り替えが早いな。戦いはこれで終わったわけではありません。そうかい。あなたたちの本当の戦いはこれからなのです。もうなんなら誰でも蘇らせることできるじゃん、このミカエルの力でさ。これでお別れです。まあミカエルの力なのか、途中から大神の見てる夢なのかはちょっとわからないけど。こら、なんて顔してるの。男の子でしょ。ベルダンディ的なあれなのかな。よろしい。じゃ、またね、大神くん。そんなに思い出ないんだよな。嬉しかった。そんなに思い出がないんだよな。ミカサの看板に。これさ、この聖魔城ってどうなってんだっけ。残ってんだっけ。いいんですか、大神さん。いいさ、俺にはみんながいる。
大切なみんながね。素晴らしいアニメ。よう、ヨネダちゃん。わしもまだまだくたばらせんて。さあ、約束通り宴会じゃ。大宴会じゃ。と、その前に。大神さん、大切、この中の誰のことなんですか？え？誰を選ぶんです？あの、いや。今のさくらくん可愛くなかった？今の今のまあこうして俺たちの戦いは幕を閉じた。地続きじゃなかったんだね、このヤマトの聖魔城とかいうヤマトは。あれずっと残ってんのかな。あれ以来大きな事件が起こるでもなく、帝国海機団は開店休業。開店、あれですかね、三笠の上にあったやつをもう一回移転したんかね。一方、花組公園は連日満員と。彼女たちもっていうのがちょっと発音が寝とる。机の上に椅子の机の上に足を出すな。行儀が悪いよ。唐突にエンディング。ブロマイドが、帝都は平和な日々を取り戻した。ふぬけている。大神がふぬけている。この一年で俺たちが失ったものは大きいが、あんまり失ってない気がするな。手に入れたものはもっと大きい。あやめというものを失ってるな、一応な。そして再び帝都に春がやってきた。天下太平こともなし、太閤中逸。誠に勝手ながらしばらくの間休演させていただきます。休暇の告知。お、アニメが。俺、はい、戦いが終わり。あ、読んでくれた。私の胸の中もいろいろな思い出がよぎっています。謎バイク。私は帝国歌劇団の中で随分甘えていました。それがはっきり分かったのです。さくらくん。だから私は自分を鍛えるために旅に出ます。旅に。そしてもっと強くなって必ず帰ってきます。大神隊長、私のわがままをお許しください。新宮寺さくら。別に追いかけなくても、まあ追いかけ、まあ、うん、そうだね。挨拶ぐらいはしといた方がいいかな。記者だ、SL だ。ダイヤの乱れが。は？ごめんなさい。なんで？なんてエンディングだ。ダイヤの乱れが気になりますね。あの後どうなったのか。そしてことがない。あ、かすかに音が聞こえてきた。舞台の幕が開け、秋だった。あ、声優でも出てるね。一つのシーンが思い出されますね。石田明いるやん。青季節蝶って石田明なんだ。なんかそんなかなって思ったんだけど、そうなんだね。男やん。
だってなんか最近の声優ってイメージがあるけど結構年なんだ。何この今の水着何ゴミをこだし桜大戦はね、このエンディングとかのエンディングが全て素晴らしいからね。言ってしまえば1も2も3も4も全部エンディングが素晴らしい、いい曲だからね。花咲く乙女。同じ人だろうかっていう顔してる。こういうのは作曲とか作詞とか出ないのが潔い。全作詞ヒロイ王子、全作曲田中康平でした。潔かった。すげえな。次はエンタープライズです。テレレテレレレレレレレ。こんな絵あったっけ。乙女たち未来を抱きしめて。プログラマーあれ、こんなのあったっけ。ずのかひの夢熱い思い。こんなのあったっけ。俺がイベント見てるだけなんだろうか。いやまあでもなんとか終わってよかった。終わりの最後ってなんかすごいこう、もう桜大戦のエンディングってなんかあんまり思い出がない。このいきなり悪魔の天使だって話になっちゃってさ、まあミカサが出てくるところはすごくこうテンション上がるんだけど、悪魔の天使だとそういう話になった瞬間に一気にテンション落ちる、うんだけど、特に最後のラストバトルなんで本当にラスボス戦は多分ね RPG 史に残るレベルのひどさだからさ、なんとか終わってよかった。永遠になんかある意味ちょっと軽くトラウマになってた、あそこあのシーン、あれやりたくねえなーと心のどっかで思ってた部分があったから、ちょっと遅かった最後。でもなんとか終わりました。うん、桜ルートってことですかね。最後は桜だったか、桜くんだったかね。いつの間にか桜ルートだったんだな。あんまり覚えがなかった、いつの間にやって感じで。踊り歌い、まだまだシャープなシャープな面影を残すよな、この輪郭あたりにな。まあ、桜大戦実況シリーズは続けていきます。1996年出てるけど続けていきます。そしてだんだんと桜くんが丸くなっていくのを、丸く物理的に丸くなっているのを一緒に見ていきましょう。あれ終わる。帝国歌劇団花組の公演は以上をもちまして全て終了いたしました。皆様お忘れ物のないよう気をつけてお帰りください。ということはそうです、終わるっていう字でこんな字だったっけって今一瞬思って、うおー、セーブがなんか今めっちゃ長い文を読ませなかったな。ドンタタンタン。